クヌートラスムス戦球商会館は、デンマーク海軍の哨戒館の緩急。本級は、1970年代収益のアグドレク、旧カッターを代替し、北、大西洋上で、領海、排他的経済水域における、警備、救難、祭典活動を遂行するために計画された。同海域の過酷な解消条件でも活動できるよう、 設計されており、ビューフォート風力階級6の気象、解消状況での活動や少なくとも40センチメートルの採表能力を実証している。メインセンサーとしては、テルマ社製の対空、対水上捜作用レーダーであるスキャンター4100を搭載する。これは、X バンドを使用する二次元レーダーで90回りの探知距離を備える。また本球は、 スタンダードフレックスコンセプトの適用を受けており、監視乾板と上部構造物後方に一箇所ずつのスタンフレックス、モジュール設置位置が設定されている。このうち、監視側には、通常 M8576mm 単素速射砲モジュールが設置されている。また必要に応じて、後方のモジュール設置位置にも SM 発射機などの並走モジュールを搭載することで、 フリゲートとして改装することができる。後艦班はヘリコプター艦班とされている。ハンガーは備えていないため固有の艦載機は持たないが、給油設備は備えている。艦備にはスリップウェイが設置されており、12メートル級高速艇である LCP を運用する。また、上部構造物右辺側のダビットには、7メートル級及び4.8メートル級複合艇が、 隠一て収容されている。完備スリップウェイとウゲンダビットはいずれも普段は門ピとシャッターで遮蔽されている。ありがとうございます。